おはようございます。おはようございます。親愛なる僕へ殺意を込めて第1話考察動画でございます。始まりましたね。やめろやめろ、お前ハンマーで股間を叩く前のやめろ。いや、よかったじゃないですか、あのレロレロレロちょっとこんな役なんだと思って。いや、まあグロいね。あー、結構ね、ちょっと目を伏せてしまいそうなぐらいのね。前期ドラマを赤いナースコール見てた我々からすると、同じようなグロいドラマを選んでしまったなっていうね。まあ、こんな感じっていうね。はい。耳を引きちぎってみたいなシーン出てきましたけど、今回も。もうなんかその赤いナースコールで見慣れてたから、ああ、真空パックしないんだみたいに思っちゃいましたよね。板尾さんじゃないんだからね、そこ。そこやっぱその流れで見てる人は絶対思ったと思うんだけど、そこまでのサイコパスじゃないから、ちょっとジャンルの違う殺人だからね。で、まあ第1話終わりましたけども、ドラマの中心となるのは15年前にそのエッチな女の人ばっかりを殺しちゃう。じゃあのさ、言い方あるじゃん。何があの売春婦って言えばいいじゃん。それいや、なんかそれ言ったらちょっとあれかなと思ったからさ、うん、いや別にいいじゃん、そこエッチなことを売りにしてる女の子たちそこポップに言わなくていいの、別にあんだけ人が殺されてんだから、そこオブラートに包む必要ないのよその買収する女性ばかりを5人かな、うん、狙ったなんか連続殺人、その拷問的なのが行われてね、 LL 事件で、その犯人が、八野井誠、まあ早乙女太一くん演じる八野井誠だったんだけど、その八野井誠の息子が山田くん演じる浦島エイジ主人公ね、はい、っていうとこから始まるんだけどさ、その LL 事件どういう意味が隠されてんのかっていうね。我々やっぱ LL ブラザーズ世代だいやいや、違う違う、別にあの LL ブラザーズで育ったわけじゃないの。たまたま見てた元気の出るね、テレビ、たけしの元気が出るテレビのダンス甲子園で2人組のダンスのね、高校生ものすごいダンス上手くて、ね、優勝してね、大会で、うん、あれをもう見てたんで、我々は世代として。いやそこまで別にフューチャーしてたわけじゃなくて、 LL ブラザーズと LL 事件は全く関係ないから。で、俺らの LL って言ったらもうそれしかないからさ。いや、まあそうですね。だいぶこれね、今の話題は35オーバーの方しかわからないです。そうです、そうですここで多分この動画離脱した人多いと思うちょっと意味がまだわからないけど、 LL 事件っていうのがあって、はい、犯人とされてる八野井誠の息子が浦島エイジと。で、また、15年後、似たような手口の事件が起こるわけよ。で、刑事がそれになんか、当時捜査してた刑事が気づいて、エイジのとこにたどり着くと。お前がやったんだろみたいになって、うん、エイジが全然記憶にないわけよ。そこで、いろいろ調べていって、俺二重人格だみたいなね、なっていくわけよ。知らない間に3日間寝てた。ね、そこの間に何があったのかっていうところですよね。そういうのがあって、自分で自分のことを調べるみたいなさ、感じになっててさ。で、なんかその、一応付き合ってる彼女がいて、京香ちゃんっていうね、麦ちゃんがいい感じの女子大生を演じてますけども、うん、優しくもちょっと芯のある強そうなね、女の子を演じてますよ。そう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 、うん、で、自分がもしかしたら殺人鬼かもしれないってことで京香ちゃんに別れを告げたりさ、うん、いうシーンがあって、京香ちゃんを守るためにはなんだっけ、ビーチだっけ、なんだっけ、はいはいはい、ビーチのことを知ることだみたいなこと言って自分で操作するんだけど、いや病院行けよって思ったよいや、まあそれはそう、でもそれ病院行ったらほら逮捕されちゃう可能性あるからでもそれでもよくない、普通に考えて自首じゃんそれは。もういや、そうなんだけど、でも俺自分がやってないけど、だけどもうだからこそ警察に任せて調べてもらった方がいいんじゃない。それでもしやってたら罪を償う、やってなければ無実をプロに証明してもらった方がいいんじゃないですかどうですか、信頼なる島田さんはどう思いますか。いいの、ディアつけなくていいから俺を読むときにそう、手紙の始まりみたいに、ちょっとへそ曲がりな僕はそういうのを見ながら思ってしまうわけですよ。でも気持ちはなんとなくわかるというか、いい役というか、その狂気めいてるじゃない、そのもう一人の人格が。多分そうだろうね、そのビーチとされてるもう一人の方でしょ、うん、だからほらスカルのメンバーとかとも普通に喋ったりできるような人格なわけでしょ、うん、ちょっとそこで一個言いたいことある、スカルに関して。はい、半グレ集団スカルって、うん、
これ以上ないダサい名前じゃない。いやすげえセンスあるなと思って、脚本家の方、原作でも出てくるのか分かんないけど、ハングレ集団スカルってすごい絶妙にダサいよね。その字面、ハングレ集団スカルっていう字面よ。じゃあ分かりやすく、それ分かりやすく、めちゃくちゃいいよね。すげえとこついてくるなと思って。めちゃくちゃ分かりやすいよ。めちゃくちゃ分かりやすい。でまあまあまあ1話終わって、まだ誰がどうこうとかではないけど、なんとなくもう直感でどう思いますか、これ怪しいなって思うやつちょっと上げていく。怪しいな、俺はね、やっぱまず強化怪しいなって思った。お、なんでですか。見てて思ったのは、はい、エイジの過去知ってんじゃねえかなって。あんなだって大学で噂されても何とも離れようとしないし、はいはい、エイジの過去知ってて近づいてるとか、過去に何かあったんじゃないかなっていう、その教科の過去にもっては何となく思った。あと怪しいなと思ったのはエンケンさんね。はいはいはい、名前キイチ。はい、あのなんか俺違和感あったのは、義理のお父さんお母さん、まあ、育ててもらったね、お父さんお母さん一緒に住んでるのは、うん、人格変わってるの多分知ってるんだろうなと思って、だけどなんか多分本人には伝えてないっていうか。あとさ、2階に謎の女の子いなかった？いた、ボサボサのね。あれもうだからそのビーチの方がもしかしてあそこの家の本当の娘さん、義理の姉か妹になるんだろうけど、うん、ビーチの時になんかこういじめたり虐待とかしちゃって、あんな風に家に閉じこもっちゃってんじゃねえかなみたいな。はい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 。そこで一個もう一個気になるのは、うん、エンケンさん手怪我してた。そう、俺ね、そこなのよ。あれが例えばそのスカル襲撃事件あったじゃん、残酷なスカル襲撃事件。うん、ウサギのお面かぶった2人組がバッと持ってさ、その時の2人組が B1 と、うん、エンケンさんなんじゃないかなとか。あんな動けんの、その時に怪我しちゃったのかなっていう、エンケンさん。はい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 。だあの怪我が絶対なんかフリーでしょ、あれは。うん、あと怪しいなと思ったのは高島兄、はいはい、高島兄と女性警察官桃井だけかな、猿渡りと桃井がその15年前の事件を話した時に、高島兄が犯人は八戸誠で決まったんだみたいな、なんかちょっと怒った、それで終わったことになってんだろうみたいな、なんかちょっとこう、その蒸し返す内容的なね、出してたのが、なんかやっぱ15年前にこの2人もなんかあったんじゃねえかなっていう、なんか桃井の方もなんか昔のことを思い出してちょっとうみたいな、かめまいみたいないう描写があったから、この2人も15年前のその LL 実験にを担当してて、なんかあったんじゃないかなっていう。 LL 事件ももしかしたらそのね、八の井じゃなくて他に真犯人がいたんだけども、八の井に罪を重ね、ああそう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 、着せてそれで事件を終結させたっていう可能性も出てくるわけだもんね、それね。そう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 、まあだからその LL 事件で、俺が冒頭に言ったやっぱ LL ブラザーズ、うんうん、LL ブラザーズって兄弟だったんだよね。はい、双子。だから黒幕は高島兄弟なんじゃないかな。ちげえよ、弟出てこねえよお前。申し訳ございませんって最後言うんじゃないかなって、正信が言わない、言わない、ホテルの話なんじゃないかなっていうね。違う違う、姉さん事件です、全然関係ないでそれ。いえ言わない、いえ言わない、親父みたいにいえ言わない。弟は絶対出てこないけども、まあでもその辺よね。1話見た時点で怪しいなと思ったら、今挙げた京花、喜一、遠見さん、喜一、うん、猿渡桃井、うんうんうん、ら辺がやっぱその何かに関わってくんじゃないかな、うん、で相関図見るとまだ出てきてない佐野史郎さんがまだ出てきてないんだけど、これも何か鍵を握る人物として2話以降登場してくるのかな。一応協力っていうね、ハテナマークついてますから。そうね、うん、誰かが、まあ、手を引いててっていう感じでしょうね。うん、監視カメラみたいな誰がつけたんだろうな。そうそうそう、それね、あんな分かりやすいとこによく気づかなかったぐらいのね。エイジ施設ごとにエアコン掃除してねえのかよっていうね。はい、しないよお前大学生は。臭くなっちゃうよだって。なるけど大学生定期的に気にしないの大学生は。あの上の部分なんてね、やらないようでやった方がいいんだから絶対。ほこりいっぱい溜まってるとこだから、あそこ。フィルターとかね、掃除機で吸った方がいいんですから上の。いいよ、メンテナンスの仕方はいいのそんな。B1 が仕掛けた可能性もあるよね。第三者じゃなくて B1 がそう仕掛けたっていう。B1 はエイジの存在を知って
ってのかもしれないよね。そう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 。自分がエイジになってる時の行動を知っときたいから、うん、あそこにセットしたっていう可能性はあるよね。そう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 。まあだから今回見て思ったのは、はい、さっき言った通りやっぱ強化が動じないのがいい人なのか実は過去を知ってるのかどっちなんだいっていうのと、どっちだ筋肉の筋肉ルーレット行きですねこれは完全にないんだから我々動かないんだから右も左もあとは遠見さんが俳優の格的にあのポジションで手の怪我がちょっと怪しいっていうそうね、俳優の格的にあのポジション、はい、あの手の怪我絶対関わってんだろうなっていう、うん、そしてやっぱり刑事2人が何かしてんでしょってだからまた八野衣誠がまたみたいなこと言った時になんかちょっと慌ててた感じ、はい、この3組が怪しかったね1話では、はい、さっき島田さん言った通り15年前の八野衣誠、うん、エイジのお父さんは罪着せられたパターンなのかなとか、うんうんうん、でエイジは多分まあ二重人格なんだろうけど事件には関わってないんじゃないかな。あもう巻き込まれてるだけで巻き込まれ型二重人格ないの初めて聞いたのそれ巻き込まれ人格他に何型があるのか分かんないし巻き人だねだから巻き人新人類みたいなオリジンみたいな言い方するのどれで行くんですか何個か今何個か発射されましたけどどれで行きたいんですか島田さんいやいやどれで行きたいもないよ何にもないよ引っかかんないもう全部あの抜けてった大陸間を抜けていきました今のは僕的には鳥人が一番しっくりきたんですけどちょっと鳥人はもうあの笑い飯のやつだからこっから2点3点でもありそうだね今後あそうですねいやちょっとやっぱ結末が気になるなと思って第1話を見て正直あどうなっていくんだろうっていうのとあこれオチは何なんだろうっていうのはもう確かに確かに1話見て思わされた感じかな思う、うん、いやでもそう考えるとやっぱ八野衣誠が15年前の犯人でしただとなんか面白くないよねよくよく考えると大どんでん返し始まり考えで考えると八野衣誠をそのままだったら面白くないよねそうだねじゃあ八野衣誠じゃねえわあれだから我々の見解としてははい罪を着せられた感じそう考えると年齢的には遠見さん高島兄佐野史郎さんが怪しくなってくるよね その辺の世代ですよ格的にもねはい格的にラスボスの格的に3人誰でも間違いないですからこの格的には、ね、ラスボス任せるって言ったらやっぱその3人しかいなくないだってはいキャリアねキャリア的にねそうそうそうはいキャリアラスボスねはいキャリボスねキャリーボスボスねキャリーボスボスねはいラスボスバンバンねそんなラスボス出てくるんだよバンバンとファッションラスボスねまあ最後はあの3人がつけまつけて出てくるんじゃない気持ち悪いなあひどいオチですよそれはまとまりましたねこの3人だね、はい、犯人キャリーパンピャンだね出てきてねえわあの3人通称キャリーパンパムと呼びましょう、はい、あの3人のことを、はい、ラスボスバンバン聞いてくださいラスボスバンバンデビューシングル忍者リバンバンみたいな感じでいきましょう、はい、まとまりましたね今日まとまりました面白くまとまりましたね、はい、今回もこんな感じで上げていきますけどねお付き合いいただければと思います、ね、そうですね、はい、皆さんの考察本当に聞きたいですこれに関してはまだ1話なんでね、はい、いろんな考察がまだあると思うんでなので皆さんのそういう感想考察などもコメント欄でいただければと思いますよろしくお願いしますでは次回の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました。